はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、おはじきガシャからゲットしたパスやります。そしてその後で難しいイベントミッション、おはじきごくブシニャンのね攻略進めていきます。まあ、ごくブシニャンもう7回勝ってゲットしたんですけども、まだまだ出てきます。やっていきます。さあ、パスなんですけども、まずはトリベアパス、これがね今回のおはじきガシャから出ました。一瞬ねキラコマパスかと思ったらね、トリベアでした。トリベアはねまだ技レベル低いんで、ここはねたくさん落として仲間にしたい。さあ、好物ありますね。そして今回はねこんなメンバーでやっていこうかなと思います。まずはねヤマタンですね。こちらデカプニを作る。そしてナツキのレジェンドイケメン犬、オボオチャマ、ウラキュンタ、そしてジェントルメン使っていきます。ちょっとねジェントルメンは攻撃力もあるんで若干使いにくい、倒しちゃうんだよね。なのでここがね難しいとこなんだよね。まあ逆に A ランクのナツキをたくさんかけた方がいいのか、 SS ランクのジェントルメンでねバシッと一発で仕留めた方がいいのかよくわかりません。今回ジェントルメン犬いるけどちょっと打ちませんでした。あー、経験値玉かい。さあ次はねコロンブスの電気いきます。コロンブスも非常に使える妖怪なんで、ここはねたくさん落として技レベルね上げるといいんじゃないでしょうか。ということで行くぜ。メンバー的には先ほどと同じ、ちょっとねジェントルメン犬どうなんだろう、打った方がいいのかな。打つとまあ倒しちゃうんで、まあ、打つとしたら最後に一発打つことになるんですけども、まあ、やっぱりね SS ランクの夏木ジェントルメン経験的にもね非常に強力なんで、やっぱり最後のとどめはジェントルメンで打った方がいいのかな。さあ行くぜ。お願いします。おー来たぜ。やっぱ SS のレジェンド強力かも分かんないけど、さあ神経験児玉もゲットです。やったぜ、これ嬉しい。 SS ランク、さあ技レベルが3に上がりました。それではね難しいイベントミッションやっていきます。超平釜平原のステージ18で兜さんを使ってクリア、こちらやっていきます。座敷わらし貝です。さあ使う妖怪はね玄魔将軍ボーナス玉を作る、飛沫武士、兜さん攻撃力アップです、これね使いやすい、白壁下の妖怪プニを消す、武士にはレジェンドですね、これはね非常に強い、最初の頃に出てきた妖怪だよね。さあフィーバータイム狙って技ゲージ貯めていって、兜さんの攻撃力アップからの必殺技打っていく、それでどうだろう、ワンパンできるかな、わかんないけど、ブシニャン皆さん持っていますでしょうか。これねレジェンド妖怪なんで、ちょっと人によってはねまだ解放できていないっていう人もいるかもしれない。まあでもねやっぱりねレジェンドは強力なんだよね。このブシニャンいるだけで、まあ最初の辺のね通常ステージは攻略できてしまうっていうね、まあ何しろ見た目かっこいいしね、このランダム消し非常に使いやすい。さあ好物与えます。座敷わらし貝欲しいよね、貝魔族。さあ必殺技出していくぜ、暇つぶし切り、こちらも技的にはあの武士にゃんみたいな感じかな、ランダム消し。そしてボーナス玉作りの、ボーナス玉壊して白壁、おいったぜ、フィニッシュ。さあこれでミッションの方はクリアじゃないでしょうか。
さあミッションクリアです。さあ報酬いただきます。さあ次はですね、ステージ21でフィーバータイム2回以上、こちら Y ポイントが50ポイントということで、これはねぜひともクリアしたい。皆さんどうですか、今回の試練すべてクリアしましたでしょうか。結構ね難しいのもあるんだよね。一つ目小僧です。使う妖怪はこちらカラカサお化け怪、こちら整理する妖怪ドエスカリバー、鎧さん、これもね結構面白い。そしてアギを使います。運行を使います。運行アギは違う国同士だけどつなげることができるということで、まあ今回みたいにねフィーバータイム何回以上みたいなミッションを攻略する時には非常に使いやすい。まあ要するにね国が長くつなげやすいので、まあ、フィーバータイムにね入りやすいんですよ。今回のポイントとしてはこのカラカサお化けで、まあ、整理しておいて運行上げようで長くつなげてやるっていうね、まあ、そんな作戦でフィーバータイム2回いけるんじゃないかと思います。まあ2回と言わず3回でもいけるかもしれない。そして運行上げは回復の方でね、回復プラスダメージカットのこちらの運行の方で技出してやった方がね、まあ今回のミッションの場合はやりやすい。このあたりはね状況によって使い分けていく。さあカラカサお化けがたまったか、いくぜ整理する。これもね非常に強力です。さあこれで一気に長くつなげてフィーバーゲージ一気に貯めます。さあかなりたまるよね。さあ2回目のフィーバータイム目指していきます。ボーナス玉が結構できるね。さあダメージカットプラス回復です。さあそろそろいけるか。いきましたね、2回目のフィーバータイム入りました。もうね倒してしまいましょうか。そしてドエスカリバー、これ皆さんゲットしましたかね。これはね結構おすすめ、まあ、もちろんね今回のイベントで特殊能力持ちなんで、まあ、大活躍間違いなし、まあ、イベント終わってからもね SS ランクなんでこれはね使えると思います。まあ、なぞり消しって結構使いやすいからね。さあミッションの方はクリアです。必殺の秘伝書ちっこいやつ。それでは極節のレベル7いきます。ポン吉さんすごいよね、もうこれ何体目だ、目だろう、もうかなり倒してます。もう10体以上倒してんじゃねっていう。まあ極節のねレベル7は報酬がいいので、まあまあでも HP がね26万9000ということで、まあ倒すの大変なんですけど、まあ倒せれる人はもう何体でも倒して、まあ豪華報酬いただくのがいいかなっていうね。しかもね極節のレベル7結構な頻度で出てくるんですよ、倒した後でも。何なんだろうねこれ、嫌がらせかっていうぐらい出てくる。 2,3 回に1回ぐらいね、いやもっとかな、出てくるんだよね。ということでまあ、極節のねレベル7に対してもドエスカリバー非常に使えます。なので、まあ、ゲットしておくとねいいと思います。まあなくてもね頑張れば倒せるんですけども、もう極節のレベル7倒してもじゃんじゃん出てくるからそこでね Y ポイントとか稼ぐためにもやはりこの特殊能力持ちのドエスカリバーあるといいと思います。そしてこのラスト節をドエスカリバー以外はねほぼほぼダメージが与えられないに近いんで、まあ種族効果狙いのねラスト節には、そして金食い姫入れておくとねいいんじゃないかと思います。おー行ったぜ6300。おー
して、お助けパワー。お、オレンジコイン G、これ嬉しいよね。さあ次はね、ミッションです。ステージ25でランク C 以下の妖怪のみでクリア、5つ星コイン、こちらやっていきます。ケウケゲンですね。使う妖怪はこちら、タコ恨み、攻撃力アップ、そしてウィスパー、下の妖怪プニを消す。ウィスベー、全体攻撃。そして六六尾、デカプニですね。これ結構使っている人多いと思います。そしてボーボー、サボり。さあこんなメンバーでいきたいなと思います。まあ、C ランク以下っていうとね、結構厳しいよね。なかなか育てていないっていうね感じなんで、まあ、育て中の妖怪を使うことになるんですけど、まあ、やはりね、何かしか攻撃力アップは入れた方がクリアしやすい。どうしてもねフィーバータイムに入って、まあ、攻撃力アップしておいて技かけていった方がクリアしやすい。まあ、攻撃力アップは何でもいいとは思うんですけども。そしてサボりなんかで時間を稼ぐっていうね作戦もありなんじゃないかなと思います。さあ攻撃力アップからの、まあ、あとはねこの辺の必殺技ひたすら出していきます。デカプニでうまくねプニが膨らんでくれればクリアがしやすい。でウィスパーはね自分のプニを巻き込んで消した時に非常に威力が増すんで、まあ、今みたいにデカプニ作ってウィスパー巻き込んでいくとね結構ダメージが出ます。さあそしてもう一回デカプニからの鉱物与えましょう。枕返し欲しいよね。さあフィニッシュ。あー落ちない。さあでもねミッションの方はクリアです。さあいただきましょう、5つ星コイン。さあ極武士にゃんのレベルならポン吉どんだけ倒すんだっていうね、いきましょう。先ほどと若干メンバー変えました。覚醒閻魔入れました。こちらの方が種族効果がつくので、まあ、勇ましい 32%、 薄らかげ 33% ということで、まあラスト武士をとあとドエスカリバー持っている人はこの編成がいいんじゃないかと思います。まあ人によってね育てている妖怪が違うんで、まあこの辺り難しいところではあるんですけども。26万9900だからね、なかなかそれを30分以内に通さないといけない。まあこれはやっぱりどうだ、一人じゃちょっと難しいかな。まあ課金してねドリンク突っ込めばいいんですけども、まあ極武士レベル7、まあ、2体目3体目4体目毎回ね課金してっていうのも辛いんで、ここはやっぱりフレンドと協力しながら行くのがいいんじゃないかと思います。まあ協力してやってもさ、倒すと報酬はもらえるんでいいよね。結構ねランクの高いコインとかね元気ドリンクなんかもねもらえます。さあ金子姫、さあミッションクリア。ミッションクリアすることが重要だよね。さあどうだろう、ダメージ的には結構いったと思うんですけども、6600、おーすげえ、36000、すげえな。さあレベル7倒しました。おー報酬いいよね。